回作成するのはこちらのカーネーションです。ハサミもノリも使わず簡単に作れます。用意するものは折り紙1枚だけです。それでは早速作っていきます。色のある面を表にして半分に折り筋をつけます。90度回転させます。半分に折り筋をつけます。裏返して三角に折り筋をつけます。90度回転させます。三角に折り筋をつけます。裏返して中心を軽く押してついている折り筋で折りたたみます。折りやすいように向きを変えます。開く方が右です。縁を折り筋に合わせて折り筋をつけます。縦に裏返します。同じように折り筋をつけます。谷折り線でひだを立てて内側から広げて潰すように折ります。残り3箇所も同じように折っていきます。ひだを立てて内側から広げて潰すように折ります。縦に裏返します。ひだを立てて内側から広げて潰すように折ります。ひだを立てて内側から広げて潰すように折ります。これでひだが8枚になっていることを頭に入れておきます。向きを変えます。紙を1枚送ります。裏も1枚送ります。角を折り下げます。裏返して同じように折り下げます。表裏紙を2枚ずつ送ります。同じように角を折り下げます。裏返して同じように角を折り下げます。角を中点に合わせて折り筋をつけます。今つけた折り筋で角を内側に折り込みます。残り3箇所も同じように折っていきます。
半分に折ります。中割り折りで角を折り上げます。花びらを広げます。形を整えて完成です。母の日のプレゼントとして作ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。